今回は骨格ストレートな方におすすめの内容になってます。上半身だけ太ってる、姿勢が悪い、お腹がへこまない、そういった悩みはありませんか？今回骨格ストレートの方にぴったりな運動内容です。ちょっときついメニューの後は楽なメニューが待ってますんで、一緒にね最後まで頑張ってみましょう。はい、スマホを顔の前に置いていただいて、まずは四つん這いになりましょう。この状態でしっかり腰をねぐーっと反ったらぐーっと丸めます。呼吸は吐きながら反る、吸ったら吐きながら丸める、これを意識してください。ゆっくりいきましょう。一回ずつ、ふーお尻を締める、ふー腰を反る、ゆっくりやってくださいね。しっかり息吐きながらね、腹筋力入れて腰を丸めます。ぐーっとお尻を突き上げて、お尻を緩めないように突き上げます。これを意識してください。骨格ストレートの方はですね、上半身と下半身のバランスがね少し悪かったりする傾向あるんで、しっかりね下半身は細いはずですから、上半身が痩せれば皆さん最強です。よーし、OK、今度横向いて寝ましょう。肘をつきます。寝たままでもいいです。足をゆっくり上げましょう。足をゆっくり動かします。つま先の方向はね正面向けてください。寝るのが難しかったら肘ついてもいいです。無理にね上げようとするとつま先の方向変わりますから、正面向けていただいてゆっくり上げてください。これでお尻の横とねももの外側を鍛えてます。ももの外側がね鍛えられて、お尻も鍛えられてくると大きく改善になってきますから、しっかりね下半身のバランスも良くなるようにやってください。結構きついですよね、これね。ゆっくりですよ。休む時間長くてもいい。無理して続かないよりはね、ちょっと楽して続いた方がいいですからね。はい、OK。じゃあ反対も同じようにいきましょう。よし。はい、この手の位置はね、どこでもいいです。でもこう寝てやった方がね、足が動かしやすい気はします。これなんでかっていうと、脇っ腹がね下側だけ動いてます。肘ついてると上も締めてますから、ここがきつくなると。でもくびれを作りたいんならね、肘ついてやった方がいいと思います。ここしっかり縮みますからね。ゆっくりね、ゆっくり。やっぱりね、綺麗な足とかね作るには側筋じゃなくてね、遅筋ってゆっくりね動かす筋肉、この筋肉鍛えた方がいいので、動きはゆっくりがいいです。はい、 OK。 でもう一回反対いきましょう。今度はサイドプランクですね。これでいきましょう。これこうやってやる方法もあるけど、バランスむずいんでこうでいきましょうね。はい、これちょっと時間長いんで、たまに降りましょう。ここから息吐きながら、ふー、息吐き終わったら降りましょう。これ止まっとくのもねいいっていう点もあるんだけど、動かす方がここがね収縮しやすくなるんで、くびれが作りやすくなります。止まっとくのは体幹がね鍛えられてるんだけど、上半身のねくびれ作るっていう点では上がったり降りたりした方がいいです。結構きついですよね。この次のメニュー楽ですからね、頑張りましょう。よし、はい、反対もいきましょう。ちょっときついメニューの次は楽なメニューが待ってますから、はい、行きましょう。上の足が前ですね、うん、ぐーっと息吐いてゆっくり降りる。またぐーっと息吐いてゆっくり降りる。もしね全然余裕だよとかね、体幹の方が重視したいなっていう人は止まっててもいいです。ただくびれってことで考えたら動いた方がいいです。まあ、動くのも肩も疲れますしね、ちょっときついと思うんだけど、まあ、こうだから楽の人はこうでもいいですよ。うん、この方が足が少しねバランス取りにくいけど楽かもしれない。よし、OK。 じゃあ今度はもも裏のストレッチですね。
まあ、スマホはねこんな感じで見ながらこれです、はい、これでキープしましょう。たまにね膝をピーンと伸ばしてみたりつま先を動かしてみたりしてください。しっかりねもも裏ふくらはぎが伸びると思います。ちょっとやっぱり膝がねこう曲がりやすいのでこの曲がった膝をしっかりねたまに力を入れて伸ばしてくださいね。余裕があればつま先を持ち上げて、まあ、さらにね余裕があればちょっとこうやって引き寄せましょう。これでお尻腰が伸びてますね。もちろんももふくらはぎも伸びてますけど、はい、じゃあ反対もいきましょう。結構骨格ストレートの方もね上半身硬い傾向にあるんで腰お尻も伸ばした方がいいですね。なのでこんな感じでね下半身をストレッチするのも大事だけどお尻腰これも大事。まあこうやって見ながらでもいいですからね片足で持って片手が、まあ、メニューが分かればねこのお話だけ聞いてもらったりタイマー聞いたりしてやっていきましょう。よいしょ。しっかり伸ばしてくださいね。ちょっと長いけどね45秒でね40秒ぐらいから伸びてくるんでね OK。 よし、じゃあ今度はうつ伏せです。これはプランクですね。膝をついたプランク、はい、これでいきましょう。つま先をね寝かした方がいいです。これもしきつかったらね途中で降りて無理したら続かないから。でこれでもしね、たまにできれば腰をちょっとね、こう、お尻をね、ぎゅーっと締めたりしてみて。そしたら体幹すごい力入るから。ぎゅーっと。これだんだん緩んじゃってこうなるから、たまにね、ぎゅーっと締めて。お尻をぎゅーっと締める。息吐きながら、ふーっとお尻締める。結構お尻が緩むとね、お尻が大きくなりますからね。お尻が大きくならないようにね、お尻を締める。よーし、オッケー。で今度は仰向けです。足をね、こうで倒します。で上半身は反対を向く。はい、これで、ね、腰、お尻、ウエストねじってます。結構骨格ストレートの方は上半身分厚いですから、しっかりねこのひねる運動大事ですね。上半身がね、大きく見えないようにね、ちゃんとこう、ひねってくびれも作れてくるとね、最強ですからね。ゆっくりね、腰ひねってください。この調子ですよ。あと少しですからね。頑張りましょう。はい、オッケー。はい、じゃあ今度反対ですね。はい、行きましょう。ぐーっとひねります。できればね、この肩がね、床につくようにね、頑張ってみてください。あんまりこれ手をひねりすぎるとね、肩浮いちゃうんで肩をつけて足が行くとこまで、で息をしっかり吐いて体の力を抜きましょうね。こうひねる運動って結構力が入りやすいんで力を抜く、できるだけね息吐いて体を重く感じましょうね。リラックスしながら、はい、オッケー。で今度はお尻のストレッチですね。足を組んだら間に手を入れて足を抱えます。これでキープしましょう。メニューが分かったらスマホ置いていいですよ。できるだけねこうお尻もねちゃんとぐるっと浮くようにできるだけ抱えてみて、お尻腰がねやっぱ硬くなるとね、そ
この筋肉があんま使えなくなって脂肪つきやすくなって大きくなりますからね。ゆっくり抱えましょう。ゆっくりゆっくり。ぐーっと抱えて。よし。じゃあ反対も同じようにいきましょう。よいしょ。これでいきます。キープ。お尻がね、硬くなると腰痛にもなりますからね。骨格ストレッチの方、腰痛の方多いですからね。だからお尻、腰伸ばすの重要ですよ。抱えましょう。これでもいい運動になりますよね。結構運動とストレッチがね、交互なイメージですけどね、今回のメニューはね。すごく重要なね、ぴったりなメニューですからね、これね。なかなか検索しても出ませんよね、骨格ストレートの方の運動がね。よーし、オッケー。今度、うつ伏せでーす。よいしょ。今、肘ついてね、胸張ります。肘ついて胸張る。骨格ストレートの方の特徴、猫背の方がね、すごく多いです。ですので、しっかりね、胸張ってね、姿勢がね、正しくできるようにね。体の前側を伸ばしましょう。前が硬くなるとね、丸まりますからね。しっかり伸ばして、顔もね、上向くぐらいの気持ち、ぐーっと伸ばして、あと少しですよ。頑張って。オッケー。はい、お疲れ様でした。よくできました。今回ね、骨格ストレートの方にぴったりな運動メニューになってます。もし周りでね、骨格ストレートの方がいたらですね、この動画紹介してあげてですね、毎日やったらバランス良くなるよと教えてあげてください。頑張ってやった人はグッドボタンやコメントで教えてね。